ということで、キラキラ輝く恥ずかしいバージョンできた、マジマジマジカルマジちゃんと、はい、YouTube で活動してエピック、で、ちょもう一回出していいもんじゃなIs now. いや、ブラちゃんのこれも考えないとね。あ、考えなくていいよ。せて、せーの、マジブラで す。はい、よろしくお願いします。キラ。はい。お疲れ様です。ね、おはようございます。どんな業務的なの？もっとキラキラしてるんだけど、違うな。ブラちゃんも考えないといけないな。まあ、雪にちなんで。あ、全然大丈夫です。なんか。あ、でも柴犬に絡めてもいいな。それは可愛いな。ワンワンワン、あーそっち系で、あ、はい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 、ブーヤー、前回のさ前回さね、あの一緒にご飯行った話からさ、雪部屋の自撮りテクニックやばすぎの話で脱線しまくって、お出かけトークできなかったんで、今日はねちょっとお出かけトークちゃんと喋っていこうよっていうことで集合してるんですけども、ごめんなさい。そう、お出かけして、まあ、でおしゃれなところでね、ご飯食べて、ね、前回はおしゃれなとこでご飯食べたから、うんって言っちゃったものすごい距離ダラダラって脱線したんだよね。そう、まあ、その後ね、うん、その後ご飯食べた後ゲームセンターに行ったよね。そうね、マジでなんか最終的に2人でさ別々のとこ行って、真剣に2人とも撮ってみたい。そう、もう会話とかゼロでね、もう本当にもう狩猟に行ってたよね。そう、でも1回だけそのヤングドーナツのコーナーが、そう2人で熱心に頑張ってみたいな、なんか棒をなんか板を支えてる棒に数字が振られてて、で目押しでなんかランダムに流れてる数字ポンって押して4だったら4の 棒がなんか高さが上下するみたいな、そうなんか感じのゲームだったよね、あれね。でそのボードを倒せばお菓子が落ちるみたいな、そう感じのやつで、もうマジちゃんがやばかったんだよなあれ。もうなんかヤングドーナツが20-30個ぐらい一気にダラダラダラって落ちて、ね、うわーと思って、しかもなんかそんなに時間かけてなかったよね、マネージャーね、結構早かったね、なんかほんと数回とかでヤングドーナツ大量捕獲してめちゃめちゃ大量だった、すごかったよねあれ。そう、まだ家にあるからね、ヤングドーナツ。私もうなんか配り歩いてるわヤングドーナツさんじゃんヤングドーナツ配り女してる。そんなこんなにクレーンゲームも終わって、うん、でその後何でしたっけ、その後、あれだ、結局なんか食べれるおしゃれなとこがあるってなって、そこ行こうと思ったら、うん、あ、なんかおしゃれなとこがめちゃめちゃ人が多くて、うん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 、あ、じゃあ近くになんかコンセプト居酒屋さんがあるから、ああそうだそうだ、そうめっちゃ良かった、あそこね、小学校がコンセプトの居酒屋だったよ、うん、マジで楽しかった。大丈夫、あの多分めちゃくちゃレアやから、うちら遊んどった場所バレるで大丈夫。いや、あれね実はチェーンなんよ。あ、そうなの。え、そう、すごっ。あれ私なんかあれの系列みたいな、うん、系列なんかな、結構ねいろんなとこにあるのあれ。え、そうなの。え、そうすごい、知らないだけかもしれん。あ、そうなんやね、なんか学校のコンセプトで、そうそうそう、もう本当にもう机とかも全部教室仕立てみたいな、ね、え、そうめっちゃ良かったよね。だったソフト麺とかあって懐かしすぎて頼んだもんね、はい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 私なんか枝豆とか食べてた気がするいや、ブヤちゃんはさ、なんだっけ、アジのカツオのたたきやね、カツオのたたきと枝豆食べたら完全に酒飲みのおっさん、小学校コンセプトなのにいや、あそこのお店また行きたい、めっちゃ良かった。いやね、めっちゃ良かった。で途中でなんかテストみたいなね、テストね、マジであれ難しくて、謎々を解くみたいな感じなのね、そうもう、そうそう、私全然わかんなくて最後の方適当になって、うん、あ、最後の方適当になっちゃったなと思って、ブヤちゃんどうだった、ん、わかんないから捨てたよみたいな捨てもんだってなって捨ててはいないけどねそう、わかんないからこの問題は捨てもんだみたいな山間外れた受験生みたいな感じになってて問題わかんないってなって、お前はもうお酒も入ってるしさ、もうわからん頭使いたない、もうお酒飲んでみたいみたいになってて、そのブヤちゃんが面白すぎて
もうわかんないってなってね。そんな感じでコンセプト居酒屋面白かったな。ねえ、おもろかった。ね、本当にね、あれチェーンで結構いろんなとこあって、しかもあれだけじゃないよ。私が前見た時は韓国居酒屋みたいな。自分らが囚人になって、みんなにはここに入ってもらうみたいな。へえ、楽しそう。で、韓国のやつ私行ったことあったの前。小学校のやつ行ったことなくて。あ、じゃあ今回初めて行った。で、あ、じゃあ初めて行ったんや。え、そうそう、初めて行ったの。へえ。じゃ、なんか東京のさ、なんか面白いカフェとか居酒屋、そういう系の、ね、リスナーさん知ってる人いたらちょっとコメント書いていただこう。お願いします。お願いします。リスナーさん結構知ってるイメージあるもんね。ね、そういうのめっちゃよかった。駄菓子とかも駄菓子も食べ放題やしね。そうなんだよ、駄菓子食べ放題が熱いね。カゴ持って取りに行けるのちょっとウキウキしたわ。いやね、わかる、うん、駄菓子屋さんとか好きやったもの私。いや、わかる。めちゃめちゃ、え、駄菓子何が好きだった一番？ヤングドーナツ。あ、じゃあじゃあめちゃめちゃ天国だったな。大関係、天国だよあれ。マジで天国だよ。ヤングドーナツだ。うわー、いっぱいだーってなったよ。いやでもさ、遠足のおやつとかヤングドーナツヒーローじゃなかった？嘘。あ、違うんだ。違う、何買ってたっけな。なんか私さ、おやつヤングドーナツとかいろいろ買っていくのもすごい。だんだん大人になってってさ、大きくなってってさ、だんだんなんかね、あの、イキり出してね。ほう。300円までもおやつ150円使ってポテチ買ってたりもしてた。おわ、でかっ。でかいよ。おやつね、種類全然買えなくなるんだけどね、それでもなんかポテチ買って食べてる私すごくないみたいな感じだった。いや、もうポテチはマジでヒーローよ。ポテチヒーローだよね。みんなが駄菓子食べてる中で駄菓子好きだったからな、めっちゃ。いや、楽しかったね、あそこね。え、楽しかった。駄菓子屋さん行きたい。そんなかんこんなでリアルタイムでみんなにね、ここおるみたいなね、ツイートしてみんなの反応楽しみつつ、ね、久しぶりに会えて楽しかったね。ねえ、ほんとに。でも久しぶりにさ、会って大体あれじゃなかった？私とぶやちゃんでお外でご飯食べるときさ、初めてお酒飲んなくない？前回。あ、確かにそうかも。毎回お酒飲む、ね、まあ、場所は場所やったしね。そうだね、確かにマキちゃんとお酒飲まないんだよな。ねえ、別に私お酒嫌いなわけじゃない。どうやってもお酒飲むけど、なんか飲まなかったよね。そう、なんか飲まなくてもラフで楽しめる感じだから、ね、いつも。そうそうそう、そう。で、久しぶりで初めて飲んだよね、あの時ね。初めて飲んだね。もういつもだって ねお酒なしで、なんなら化粧もなしやしな。めっちゃラフで喋るもんね、うちら。本当にそう、うん、お酒ないし化粧もないし、多分そのうちパジャマで会い出すよね。合うよな、そうなんだよな。ぐらいの温度感やったから、ね、スウェットだけどいいみたいな。そう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 、ぐらいの温度感やったから珍しかったね。確かにね。でも最初に会った時もさ、なんかおしゃれなとこ行こうみたいな感じだったけどさ、マジでちゃんと初対面で会った時、あれだってもんじゃ焼き屋さんだったくない？もんじゃ焼き屋さんって他に行ったの神社やったしな。ね、やべ、車だ。あ、やれんかった。これでも結構削ってる。頑張れマジちゃん。まずだぞ。でもあそこの神社も楽しかったな。神社ね、めっちゃ良かった。神社ね、すごい探してたからさ、東京で。え、よかったな、楽しかった。またあそこも行きたいなね。おやちゃんが見守ってるよ。でもあれ多分ラストだね。でも長い銃持ってないな。削っとる。うえー、ポムやったで。いや、ナイスファイトでした。ということで、あ、よかったわ、はい、デートの話今回脱線せずに言えて。またデートしようね。しようね。ね、うん、あ、それは大丈夫です。ぼやちゃんは？じゃあご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。恥ずかしくりやさん。すっげえ鋼メンタル。